さんのご配信。はい、皆さんごきげんよう。今日も UFC3 をやります。ゴーの明宏で今回は、ちょっとやりたいと思います。で、このゴーの明宏なんですけども、まあ対戦相手はダンヘンダンソンということで、ですね、まあ、記憶にある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、プライド武士道で1回対戦してます。で、その時にトーナメントだったんですけど、まあ最初に、トーナメント順調に、まあ、勝ち進んでですね、判定で勝ち進んで、で、このダンヘンダンソンとまた当たったわけなんですけどですね、だいぶまあちょっと消耗してたかなっていうような印象だったんですけど、ダンヘンダンソンに、フックで KO で負けてます。んで骨折してですね、顎を。んで、まあ、残念ながらもう完膚なきまでに叩きのめされたっていう形なんですけども、で、まあ、プライドがなくなり、まあ、ゴーノはですね、UFC に参戦したりもしたんですけど、まあ、いろんな格闘技団体を、まあ、ちょっと転々として、で、今ブラジルの総合格闘技団体に所属してるみたいですね。ヒルファイターズっていう、僕もあんまり詳しくは知らないんですけど、ブラジルの格闘技団体に、今戦いの場を置いて、まあ、今2勝してるのかな、まあ、順調に勝ち進んではいるみたいなんでですね、今、年齢が39歳で、まあ、MMA ファイターの中では、まあ、ちょっと年齢は、まあ、高い方ではあるんですけど、まあ、40歳代ぐらいでもね、40代前半でも十分 MMA の世界ではやっていけるんで、うまくね、体力をこう調整しながら、戦えるスポーツなんでね、年齢はまあ40代前半ぐらいまではあんまり関係ないんじゃないかなっていう思ってますけど、で、ゴーノのですね、まあ、この対戦で、弱点があるとすればですね、リーチですね。ダンの方がリーチが圧倒的に長いです。なんでこの試合もね、かなり厳しいものになると思います。なんで、まあ、本気を出していきます。頑張っていきます。おっと、もう一発でやられる可能性があるんでね。危ね。危ね。おおおお、相打ち。 OK。うわっ、くそ、危ね、離れないと。ローを打ってきます。まあ、なんでローを打つかというと、タックル対策ですね。お、危ない。くそ、効いた。うわー、もうだいぶもらってるな。これやばいぞ。よし。Inside low kick. Oh, great knee strike to the body. 危ない。ちまちまとローは打っていかないとな。おお。Okay. Spinning back kick there to the spleen section. Uh-oh. That was a nice clean shot here.ちょっと迂闊にいけないところがあるんで、なんテイクダウンも上手いんすよね。おお、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 おゴーノ選手のこのいいところは蹴りが強いんですよ。結構ハイキックで KO したりしてますからね。あっ、ちっしょ。リーチがですね、172センチぐらいしかないんですよ。なんで蹴りの方が、蹴り主体の方がいいかもしれないんですよね。ガードを下げっぱなしにする癖があるみたいですね、ダンヘンダンソン。切れない、タックルが切れない。5分経過、5分経過。
5 minutes into the round. And the pushback. Come on, have movement, let your hands go. Yes. One, two, let's go. Nice liver shot there. And that cut is looking bad. He'd better be careful that the doctor doesn't stop this one. あの完全にヒットアンドアウェイになってますね。These are hard shots. Trading blows there. Oh, that cut is getting worse. He better be careful that the referee doesn't stop this one. 危ない危ない。He's going up and down with those combinations. That was an outside right uppercut and it landed. よっしゃー。スーパーマンバンチにバックハンドブローも見せていく。もう一回、もう一回、おっしゃおっしゃおっしゃ。うわさあ、ワンパンチでやられた。すえくそそう、ボッコボコ当たってたな。Man, that was beautiful how we let him miss and right away came back with a beautiful counter. Hey, he hurt him so bad. 崩れ落ちた。崩れ落ちたな。さあ、もう一試合やりましょうかね。かあ。くそタックルも切れないからな、きついなこれ。もともとあのキックボクシングスタイルなんですよね、このボーノが。あーくそ、強いな。距離を取って懐に飛び込むっていうのがボーノなんですけどね。はい、a little bit more and he might have this. Nope. And he escapes. It wasn't close. And the pushback. 意外と関節技も使えたりするんですけど、結構関節技で KO もしたりしてますもんね。Oh, that cut is getting worse. He better be careful that the referee doesn't stop this one. カウンター。He trapped his leg there. Oh, and another takedown. Back in the full guard. He's back up. That was a hard shot. 結構手数はあるな。And he goes to the body. A lot of great foot movement, head movement shown here. Yep. Bobbing and weaving. Oh, good.飛び込んでいくしかないな。ちょっと今、末を使うべきか控えるべきかでちょっと悩んでるんですけどね。Beautiful takedown, well timed. Nice pass here. Into the head. 返さないとな、テイクダウン。厳しいな、ちょっと。There's a big right.And he's in guard again. And he looks to avoid any strikes, but he stands back up. 意外とですね、リーチが相手がリーチが長いとスウェーって結構やばいんですよね。Uh-oh. Now his opponent is bleeding as well. うまく切ってくるもんな。Beautiful well-timed takedown. Those ropes are his ally in keeping from going to the floor. この圧力が厄介なんですよ。なかなか逃げれないんだよな、これ。くぅ。まあね、できれば立ち技で勝負したいんですよ。Oh, that was beautiful. Arm in guillotine choke. これは決まりに決まらないだろうな。くぅ。Nothing doing. He defends the move well.And open guard. Kicks him out. Very wary of getting hit, but he stands up on his own. Ooh, nice hook there. Caught him. Wow. うわ、強っ。Punches to the head. やっぱりキックとパンチの攻撃力が高いんで、ゴーノはですね、それをちょっと生かしたいんですよね。Oh, I love that back fist. Oh, man, that was a blast. He was right. Oh, nice left hook.
届かねえパンチが、蹴りもちょっと短いんだよな、ダンの方が圧倒的に長い。リーチがカウンターで思いっきり入ったな。よっしゃー、さあ、いや勝ちましたね。さあ、いやなかなか白熱してるなこの戦い。いやーでも気持ちよかった今。ゴーノーアキヒロー、よっしゃー勝ったー。うわきついー、ダメージ多分相当ありますね、だいぶ食らいましたもんね。さあちょっと見てみましょうか、ダメージのほど。うわーやっぱり65、うわー結構あるなー。ローキックちょこちょこ当てたけど全然減ってねえなー。あーというわけですね、もう一回やりましょうかね。じゃあはい、さあ完全決着ということで、本当にね強化は同じぐらいの強さなんですけどね、圧倒的に強いですね。恐るべしダンヘイダーソン、リーチもあるでしょう、攻撃力も高いんですよ、でタックルもうまい、このテイクダウン、やっこのタックルが厄介ですね。本当これね、こうなるとなかなか抜けないんですね、抜け技が効かないんですよ。なんでよし、 OK 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 OK、 ちまちまやっていくしかないですね本当に。もう杖はちょっとあまり使わないようにします。くそ。よし。杖で後ろにかわすとですね、あの段のアッパーで届くんですよ。長いんで。くっ。よし、おっとカウンターで思いっきり食らった。 OK 狙ってたぜ俺は。よし、今のカウンターで思いっきり狙ってたな。おっとタックルを使ってくるってことは分かってるんでね、こうやってうまくカウンターで返していきたいんですけどね。本当はリーチが短いからジャブも結構きついんですよね、実は出すのも結構怖い。この位置抜けにくいんだよな。今ハーフガードしてますけど、このねクリンチのポジションからも結構大変なんですよね。The ropes are actually helping him keep upright. 5分経過。5分経過。Oh, double leg here. そう時間稼ぎしてるな。ただダンのダメージ結構ありますね。これはあの向こうがちょっと焦ってる証拠ですね。スタンダードな戦い方から、もうグラウンドを辞さないような戦い方に変えてきてますね。あ、くそ、やばい。このゲーム結構 AI がそこそこ優秀で、戦い方を状況に応じて変えてくるんでね。
あ、そう、これやばい。あのクリンチで向こうにオフェンス取られるとかなりやばいんですよ。膝蹴りがめちゃくちゃ強いんで、パンチもまあ強いんですけどね。ナイステイクダウンヒア。そう、グレートパンチ。残り時間3分。このストロングパンチを3発ぐらい食らうともうすぐロック状態になるんで。うわー、このアリー地獄から抜けるのはちょっときついな。苦しい。確かにこうなっちゃうんだよな。The ropes are actually helping him keep upright. And he's using the rope to help his takedown defense. Oh, that was beautiful. That was nice. まああの、あ、やばい。Those ropes are his ally. 向こうとしては、このクリンチでね、ちょっと状況を打開するか、あのグラウンドで打開するか、打撃だと自分がその負ける可能性があるんでね、こういう戦いに変えてきてるんですね。で、こっちもですね、あのその今のグラウンドの状態から関節技を狙っていくっていう方法もあるんですけど、ちょっと打撃で仕留めたいんで今それをやめてます。And both men trade. Beautiful punch in the clinch. And the ropes are helping him stay standing. And there's the takedown. And round one is in the books. And we saw a good punch. Ah, 逃げれねえ。全然逃げれねえ。ああ、やっぱりこの全然体重差も違うんでね。ディフェンスがグラウンドのディフェンスが弱いんですよ、ステータス的に。そこがちょっとね、うまくこの辺のテイクダウンもカットできたんだけどな。よし、さあやっていきましょう。And he ate a shot, and then he gave a shot. Oh, but he's returning the favor. Oh, he snatched his leg pretty good. We're seeing hooks aplenty here. What a shot! And he's down. Okay. よっしゃ、うわっ、さあ一気に決める、決める、決める、おら、くらえ、おし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 、関節技にはいかないぜ、絶対打撃で決めてやる、打撃で決める。くそ、That's when you want to keep your head. Okay! よっしゃー、よっしゃっと決めた。いやー、きつい。よっしゃよっしゃー、危ねー、危なかった、マジで。いやー、これはきつかったなー。向こうの方がね、スタンディングもテイクダウンもね、グラウンドも全部うまいんですよね。サブミッションだけなんですよ、ダン・ヘンダーソンいないのは。やった、これは嬉しい。これ勝ったの相当きつかった、これ。いやー、マジ大変だった。いやー、勝ちましたね。以前は KO で負けましたが、このゲームでは KO で2回勝つことができました。みんな KO 決着でしたね。すごい。いやー、参った。本当に20分か。結構頑張ったなー。すげー。あー、結構やっぱ食らってるねー。てあのタックルがすげえ厄介だったな。タックル切ったのが大きかったですね。あれカウンターでタックル切って膝蹴りが入るとめちゃくちゃダメージあるんですよ。一発で KO できるぐらい相当なダメージになるんでね、
テイクダウン切るのはすごい有効なんですけどね、もう狙ってはいたんですけどなかなか成功しなくてですね、こいつがガンガンタックルくるんで絶対当ててやろうと思ってたんですけど、この野郎ばりにこれこのアッパーめっちゃ一発で KO してもおかしくないぐらいのパワー持ってますからね、思いっきり入ったこれ綺麗に入ったんだな、すげえかっちょいいカウンターの入り方でしたね、よかった、すげえこうやってフックの連発で何回も倒したんですけどね、倒しきれないっていうパウンドで、ここもこれもんでね、もうなんとかしのぐんですよね、やっとの思いで、ガボッとここでもまたここでも絶対決まったと思ったんですけどね、ここでうまーくディフェンスしてきてガードしてくるんですね、でこのアッパーですよ、相当つらい、でカウンターで思いっきり入って KO ということで、はい、なんとか2勝1敗勝つことができました、プライドで、はい、ではこれで実況終了したいと思います。ありがとうございました。